そうすると、そうするとある変化が見られますよ。はい、ちょっとずつへこんできていますよ。さあ、力を入れていませんが、だんだん下の方へと沈んでいきます。ちょっと離してみてください。離してみると、すごい、手の形にへこんでいますよ。あ、実はこれ、この人では手を上に乗せるとこのようにへこみます。で、このことから英語ではクッションスターとも呼ばれているんですね。で、ぜひ皆さんこの人で体感してみてください。はい、お兄さん、はい、ちなみになぜ満十人では手のひらを置いておくとへこんだりするんでしょうか。あ、はい、手を障害物だと思って形を描いているんですね。なるほど。では自然の海ではこうやって体の形を変えることで、肉の上に。
ウツボおるけど、ウツボとかおるじゃん。あの授業の授業で出ちゃう。あ、さこっちの青い方か。ありがとう。あ、それが魚くらいか。魚くらいか。ああ、確かにそうか。あ、ドリーのちっちゃいの。クラゲ見て、かわいい。クラゲ、クラゲ取りたい。こういうタイナチョコ。開けて、はい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 、ありがとう。誘導してんのかなあれ。